いけないな、カジさん。赤木、てめえ先行にチクる気か。いや、僕も鬼じゃない。僕は今まで女性に惚れたことがないんだ。だからキスして確かめたいって。いいぜ、金さえもらえれば誰とでもするぜ。本当に本当は、でも本当は10万でも安い。カジさんにはやっぱり怖いかい？別に怖くねえよ。それもいいね。僕、カジさんのこと好きになれそうな気がする。っていうか別に私付き合うとか言ってない。タバコのことだよ。お前と付き合うとか言ってねえし。おお、じゃあどうしてほしいんだい？だからそんなことないけど。嘘つけ。私のこと何も知らねえくせに。この間のは偶然じゃない。前から興味があったんだ。はい、ああ、そう。なんなら今ここで、多分ってなんだよ。わからないんだよ。私、うんって言って。だからこの問題は。ああ、わかんねえよ。マーク、どこかな。いいのかよ。だって涼子ちゃん可愛いから。いや、だからそういう問題じゃ。言ってください。実は建国さんにアルテリーゼが来ていてね。うん、そうだね。でも彼女を騙しきるには。それじゃあ、それじゃあアルテリーゼに報告してくるから、またね。ああ、君は確か白峰です。マリ先生、もっと教えてほしいことが。しきみさん、くすのき先生に何しようとして。そんなにしきみちゃんと遊びたかったの？違う。あの先生純朴そうだし、すぐ落ちそうだよね。そうやって人のものを取ったって、しきみさんのものにはならないよ。だからそういう考えが。しきみさんのペースに飲まれてる。なに、しきみが何かしたとでも？さっきから何なの？ムカつくんだけど。それを体で分からせてあげるよ。痛い方？ならない、絶対にならん。あ、すっかり忘れてた。他の方とも楽しく過ごしているし。しますとですね、あなたにキスをしてもらいたいのです。キスだと？あれか、女はある年齢になると性欲が増すという。そんなことはしませんよ。そしてその愛で私は救われるのです。これは男なら。おはよう、ダーリン。私は天使なので本当はダメなんですけどね。これがいわゆる三角関係というやつですね。私は一旦展開に戻ります。はぁ、あ、うわぁ、くい、お菓子食べすぎて働きたくないでゲフ。ああ、もう、あと引っ越しの用意、大変？慣れてるから、うち。うん、毎週行くから。うん、続けたいけど。俺が行くから大丈夫。うん、今までと変わんないよ。LINE もあるし。そうじゃなくて。え？聞きたいことあって。うん、なんで？え？言わない？普通。私、ずっと上手い、それが一番つらい。家族の応援って大事だよね。お母さん、ずっと見ててくれたんだなって思って。私も年明けたらすぐ試験だ。
どういうこと？僕が高崎さんをって。毎日同じことの繰り返し、全然覚えてないわ。毎日少しずつ宝物を見つけるみたいだった。ゆかりと美咲が私を変えてくれたの。あなたたちの恋にはそれだけの力がある。でもそれ以上に私はたくさんのものを二人からもらったから。お互いに厚労省の人に、この人とだけはうまくやっていけない、あなたの経歴にも何の傷もつかないって。嘘。違う、私にとってはゆかりを嫌い。ゆかり嫌だってどうして？嫌だよ。ゆかり、あなたは美咲が好きなんでしょ？あれ？トライ。友達の特権ってやつね。政府通知がなくなっても変わらない。これからも私はまた美咲にあんな風に笑ってほしい。じゃあ決まりね。私ずっと気になってたの。僕もありがとう。政府通知の相手がリディナでよかった。リディナの匂いだ。ずっつん、もう一回言って。え、何が嫌だ？なるべくたくさんの人といることで気を紛らわせることにしました。言われない？うん、なんかクールだねとかは言われる。あ、俺でよかったらいつでも話聞くから。何を期待したんだろうな、私の本当のところなんて。やっぱり大丈夫だと思う。いや、そういうことじゃねえ。大丈夫だ。うん、俺はこいつの笑顔を見てるだけで、こいつはあと3ヶ月でいなくなってしまうけど。シャルロット・デュノアです。皆さん、改めてよろしくお願いしますということでした。はて、オリモラ君、同室だから知らないってことは。ラウラ、助かったぜ、サンキュー。お前は私の嫁にする決定事項だ。ほんならな。見てみ、ノブちゃんなんかまだショックから立ち直れへん。結構楽しかったで。あんなかっこ悪いので集まるんかな。かっこ悪くなんてありません。誰やねん。入学式の日に犬に絡まれてた子おったやろ。先輩、さっきのダンクめっちゃかっこよかったです。聖子ちゃん、かわいいね。え、なんつう夢だ。何してんだよ。つまり起こそうとせずに添い寝を楽しんでたと。そんなに驚かなくても。別にテストなんか家でなくても。そうか。いや、今のは嫌なら死ぬ気で答えなさい。1573年、鎌倉幕府滅亡。うん。
ち。でも許してあげる。ちょっとドキドキするわ。バカ。何俺までドキドキしてんだよ。でも見えないところなら好きなだけしていいよ。ゲータ、いた。え、何？嬉しい、ケータ。喜んでくれてる。やばい、ものすごく幸せかも。牛尾くん、言ってるだろう。お前を愛しているからだ。だが一つ聞かせてくれ。お前はどこへ行こうとしている？おいおい、なんとか言ってくれよ。まだ死ねない。そうかよ。私は明治ご主人様の姿が見えないと、スカイマが心細いだろうと思ってわざわざ言ってあげるだけ。開いてますよ。うわぁ、大人っぽくて優しげで。ルイズは私よりもっと魅力的に成長するわよ。あなた嫌でしょ？ルイズが結婚するの。ルイズを連れ出したら城の外に出て。あなたとルイズに始祖のご加護がありますように。好きなんだよ。